はい、AKB48 チームメイト、愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやります。イエイ。昨日ね、このショールームで決めた新しいシャンプーリンス使ってみたんだけど、朝起きた感じのね、サラサラ具合はめっちゃ良かったんですよ。そう、結構そのシャンプー自体が割とさ、ジェルみたいな感じのねっとりタイプだったんですね。そう、うん、結構良かったです。ちょっと香りだけ若干好み、あの全然いい香りなんだけど、ちょっとまだすごい私のすごいめっちゃドンピシャ好みみたいな感じではないから、ちょっとそれだけあれかもっていう感じかな。っていう感じでした。でもめちゃめちゃいいなって思いましたね。さあ、まあ今日もジョンマイラブでございました。それが終わって、まあ、ちょっと稽古もありまして、夕飯はレバニラにした。そうね、ちょっと元気をつけるためにもレバニラ食べとこうと思って。まあ、おとついすごい私いろいろいっぱい食べて、でまあ昨日はちょっとだいぶ少なめにして、今日もちょっと少なめにしてっていう感じで、まあ、明日ぐらいから徐々に戻していけたらいいなとは思っておりますね。まあ、今ちょっとねハニーシンジャッジがちょっといい音になるのを待っているところです。私猫舌だからすぐには飲めなくてさ。
さて今日は何の話を、うん、していこうかな。どんな話をしようかな、ただしようかな。でもなかなか朝公演とかだとあんま筋トレとかがそんなにできないからさ、ちょっとどうしようかな、困ったなってちょっとなってるとこですね。そうそう、公演終わった後はね、ちょっと最近は稽古があるからあんまりそういう時間がなくって、そうそう、まあ、本来だったらねそういう時間にできたりはするんだけど、今日も結構ちょっと稽古があってね、バタバタして、そう、本番後はあんまりねいろいろはできないんですよ。そう、本当にそうですね。まあ今日はだいぶバタバタしてたからさ、ちょっとなんか合間見つけて筋トレとかはあんまできないからさ、そうそう、あ、そうですね、もうちょっとで現在ジョン万次郎されてる小原さんが千秋楽を迎えるということでね、そうですね、まあ、小原さんはその3期の時からお世話になってるんですけど、もうだって3期から数えたらもう今日も32回目だったんです。あれ、そうだ、その小原さんと共演させていただいて32回でした。半年弱ですね、小原さんの初日が5月だったので、そう。
私ね、そう、あの2期の村井さんの回数超えるとは思ってなかったので、正直ちょっとびっくりなんですけど。で、あとあれだ、今週末、昨日も言ったっけ、アフタートークショーがありますので、そう、まあ、配信もあるんですけど、配信でもご覧いただけるんですけど、アフタートークショーがね、あるので、劇場に遊びに来てくださるのも嬉しいです。そう、久しぶりのアフタートークショーです。ちょっと蜂蜜が足りない気がするな。蜂蜜が足りないような気がする。気のせいかしら。まあとりあえずいっか。そう、もう最近あの前使ってたチューブなんじゃなくて、その、 あのチューブの前に使ってたこれをね、そう、また使い始めたので、あんますげえ甘いみたいな感じじゃないからなのかな。明日仕事休みなのに学校管理で漂流できない。明日はじゃあ貸し切りなんだっていうことですよね、多分。そう、だいぶもうね、夏結構さ、そのあったかい季節になって結構デロデロになっちゃって、中身が出るってことが多かったんですけど、だいぶもう寒くなってきたからね、これを使ってもいいかなって思って。あー、でもちょっと一般の方はいらっしゃるけど、明日はそんなに多くないっていうことですね。でも多分きっと漂流ライトが綺麗なんでしょうね。楽しみ、明日も頑張ります。イエーイ。さあ、一度ジョブ・アイ・ラブの話は一旦ここまでにして、あと何の話しようかね。どうしようかな。結構紅茶味が強い。あ、でもあのカハニーの味はするわ。朝は対戦ありがとう。あ、よかった、対戦。最近また、そういえばあれ、一押しガチャって明日からだっけ、もう今日からだっけ、いつからだっけ、一押しガチャ。私もう毎年、毎月どっ
ドボンの一押しガチャにかけてるんで。そう、一押しガチャっていうのがあるんだけど、それはその一押しにしたメンバーしか出ない、かメンバーのカードしか出ないっていうやつで、そうそう、だから私はそれでもうシークレットをね、 SEC を集めてます。明日からかな。いや、私別に紅茶苦手じゃない、むしろ紅茶は好きですよ。まあ私は基本的にストレートティーが好きなんで、まあ砂糖もミルクも入れないんですけど、蜂蜜も本当は入れないんだけどね。でも本番ある日はハニージジラティー飲んでます。自分は今使ってるルンバの帽子かぶってるのが好きです。ん？めっちゃ急だね。あれですか？キャスケットですか？一番好きな衣装はチーム8だと天の尺バッタの衣装が一番好きです。ねえ、最近ルンちゃんと対戦できません。あら、でも結構ね、対戦できないっていう人多いです。そう、なんか今日やっと初対戦できたよっていう方もいらっしゃったので、そうそう、天の尺バッタはミュージックビデオ以外では着たことはほとんどないですね。あのなんか撮影で一回着たけど、うん、ライブで着るってことはなかった。ねえ、まあ、衣装も本当に素敵なものがいっぱいなので、そう、まあ、基本的にその私があんまりその結構ゲームって自分のやりたい時にやりたいから、結構そのお昼とかになんか時間をまとめてこの時にやりますみたいなっていうのがちょっと苦手なんですけど、朝の時間だったら割とその時間をとってできるので、
まあ言うなれば本番の日だったら私のその給水器を使う時間とか左右タイムの時間はもう何もできないから、何もできない嘘だけど、給水器であの喉を潤す時とか本当何もできないから、そういう時にドボンできるなって思ってやってるので、もう私には朝が向いてます。そうそう、まあ、ちょっと最近はねできる日とできない日っていうのがちょっとあるんですけど、そうそう、でも大体もう私はね朝公演の時はまあ5時半から6時の間には起きるし、そうで、まあお昼公演の日は、まあ、7時から8時ぐらいには起きるつもりでいるんで、そうそう、まあ、7時から8時というか、まあ、8時に起きることないんだけどね、そもそも。そういえば今日はね、あつ森の T シャツを着ました。これね、かわいいでしょ？これ UT、あのユニクロとのコラボ T シャツで、そう今日はねこれあの稽古の時に着てたら、あの盾をしてくださる大岩さんっていう方が、あ、またジョマイナの話して申し訳ない、でもその方が、あ、つもりじゃんって反応してくれて嬉しかったよっていう話です。そうそう、そう、なんかドボンってなんかあの本人と対戦できたらなんか称号みたいなのがもらえるんです。そう、なんかカオルンバのときめきとかきらめきとかハピネスとかだけど、私あのなんだっけ、ときめきだっけ、きらめきだっけ、ハピネスだっけ、どれかのね称号が一番好きなんですよ、あのピンクのやつが。それがなんかねめっちゃ一番可愛いなって思うから、なんかで、なんかパラダイスが一番上なんですね、一番上っていうか、そう、私いつも何してるっけ、ハピネスだっけ、忘れちゃったハピネスだったっけ、なんだっけ、そうにしてるんですよ。でもそれが一番可愛いなって思って、そうそう、ピンクのやつで、ちょっとカードキャプター桜っぽいなって思ってずっとそれにしてる。そういえばそれで思い出した、仲良し買わなきゃ、付録さくらちゃんのコンパクトミラーなんだけど、まだ売ってるかな、メンバーと当たったことあります、ひななさんとトムさんとセナタンに当たったことあるかな、多分私が一番最初にメンバーと当たったのはトムさんです。そうそう、メンバーさんと当たらない、あら、でも結構時間決めててもさ、割となんか私もさ一人もファンの人当たんなくて、全然私の私推しじゃない方と当たることがあって、
だいたい朝の時間やってるってこの早い時間からやってるんだって思いながら、そうそうそうお願いしますってやってるんですけど、そうあれは結構びっくり。そういえばね、その私おとつい食べ過ぎたから昨日と今日はお菓子を我慢しようと思ってたんですけど、明日解禁です、まあ、解禁していいのか分かんないけどさ、そう2日間頑張ったからさ、ちょっとカロリー抑えて、ちょっとおとつい食べ過ぎた、まあ脂質タンパク質炭水化物ってあるじゃん、その中でもこの栄養素取り過ぎたなっていうやつはあのちょっと控えめにして頑張ったので、明日解禁しようかなと思ってます。解禁していいのかちょっと分かんないけどさ、まあでもさ食べ過ぎた次の日意識ってせっせっせって食事をちょっとねペペってしたらまだいいよね、大丈夫だよね。なんか解禁していいのか不安になってきちゃった、どうしようあれ不安になってきちゃった、どうしよう。大丈夫だよね明日はねクッキー食べようと思ってて、大丈夫だよね。まあそのお菓子もねなんかもう暴飲暴食ヤフーヤフーとかじゃないから大丈夫なんだけど、そうそう、まあ怖かったら今日の夜ストレッチをすればいいからね、ストレッチだっていい運動です。でもあとはね6時間以上睡眠が取れたらもう言うことないんだけどね、そう今日さまあ6時間以上寝れるっていう時間に寝て起きて、あ結構寝たなって思ってみたら睡眠時間5時間46分とかで、えなんなんとか思っちゃってもう悔しかったよね。じゃあ明日は今日よりはちょっとカロリーを増やすけど、ちょっと普段のカロリーには一回ちょっと戻さずにちょっとだけちょっと少なくして、まあちょっとクッキーは食べてみたいにしようかな。そうやって徐々に戻していきます。私はそうなんかまああのアプリがさどうやってその私の睡眠時間ここから睡眠に入りましたみたいな分かるもんなんかちょっとあれなんですけど、そうなんかね6時間は寝たいのに、そう6時間は寝たいのにさなんで寝れないの、ちょっとまあ一応なんかグラフみたいなんで肥満防止みたいなやつでは一応
一番いいとこまでは行ってはいるんだけど、やっぱ6時間はね寝たいんですよ、気持ち的に。そうそうそう、気持ち的にね6時間寝たいですね。はい、まあでも今日はね6時間ちゃんと寝れるように頑張るぞ。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読みますよ。13位かな、13位メソさん、12位片栗小次郎さん、11位シンジさん、10位カラスのカーコさん、9位飯田博之さん、8位ロミツさん、7位夏目さん、6位ママさん、5位 TKHKG さん、4位海海さん、3位アーキーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。